これが僕たち、私たちのチャレンジ。江東区は戦争で大きな被害を受けました。昭和19年、四砂将軽411名が山形県に疎開しました。昭和28年、校舎が建て直されました。そしてお世話になった山形県の人々に感謝の気持ちを込めて、四砂将では毎年運動会で花笠運動を踊っています。やってきました埋め立て地。誠と元気は埋め立て地に見学しに来ました。これが埋め立て地か、すごいな。埋め立て地ってあと50年くらいしか使えないんでしょ。うん、だからゴミをなるべく減らそうね。帰りは駅弁やめよう。そうだね、じゃあ帰ろう。これは熱帯植物館です。夢の島にあります。すごいね、どんな植物があるの。梅の島植物園には様々な植物があります。綺麗だね。僕は赤色の花が好きだな。このシンボルはこの滝です。迫力満点だね。ぜひ行ってみてください。ここは清澄庭園です。綺麗だね。たくさんの生き物がいるね。上にあるのは越中島公園、下は仙台堀川公園です。地域の方が散歩しているね。犬の散歩をしている人もいるよ。江東区の自然を大切にしよう。豊洲市場にやってきたよ。とっても綺麗だね。これから僕が案内するよ。これは上空から見たものだよね。そうだよ。何が行われてるのかわかるかな。主に競りなどが行われているんだよね。とっても楽しそうだよ。中から鈴の音が聞こえるよ。競りの最中だね。今から中に入ってみよう。ぜひみんなも来てみてね。